プロ野球界の未来を担う若手選手の活躍はファンにとって何よりの楽しみです特に巨人のドラフト3位で入団した佐々木俊介大野手はその躯体に応えるべく奮闘しています彼が2軍に降格後初めて適地打を放った瞬間は多くのファンに希望を与えましたこのビデオで6月8日に行われたイースタン リーグの日本ハム戦での佐々木選手の活躍について詳しく見ていきます巨人の若く外野手佐々木俊介は今季のルーキーイヤーで開幕スタメンの座を勝ち取りましたシーズン初めには1番中堅として1軍での活躍を期待されていた彼ですが残念ながら成績が振るわず5月20日に1軍登録を抹消されましたその後 2軍での再起を図るべく努力を続けてきました6月8日ジャイアンツ球場で行われたイースタンリーグの日本ハム戦佐々木は6番 DH として先発出場しました試合は序盤から緊張感に包まれ両チームともに得点を挙げることができないまま進行しましたしかし 2回の1・3塁という絶好のチャンスが訪れました佐々木は相手先発の黒木投手が投じた初球外角の144キロの速球を鋭く捉えましたその打球は見事に中前に運ばれ敵地打となりましたこの一打で巨人は先制点を挙げ試合の流れを引き寄せました佐々木は試合後のインタビューでチャンスだったので いつも以上に積極的な気持ちで打席に立ちました。狙い球を一発で仕留めることができてよかったですと語り自信を見せました佐々木の今季の成績は1軍での40試合で打率2割3分4厘0本塁打5打点というものでしたこの数字だけを見ると一見して彼の苦戦がわかりますしかし 2軍での敵時打をきっかけに彼が見せた成長と決意は再び1軍に返り咲くための大きなステップとなるでしょう彼の復活劇は単なる個人の再起に止まらずチーム全体にとっても大きな励みとなります若手選手の奮闘はベテラン選手たちにとっても刺激となりチーム全体の士気を高める要因となります 佐々木俊介の2軍降格後発の敵時打は彼自身の努力と成長を象徴するものでしたプロ野球選手としてのキャリアは常に順風満帆ではありませんが彼のような若手選手が困難を乗り越え再び輝きを放つ姿は多くのファンに勇気と感動を与えます佐々木が再び1軍の舞台でその実力を発揮し 巨人の未来を担う選手として成長していくことを期待してやみません。巨人ファンにとって、この試合での佐々木の活躍は、今後のシーズンへの大きな希望となるでしょう。彼の一打がもたらした瞬間の輝きは、まさにプロ野球の醍醐味といえるものです。これからも佐々木俊介の成長と活躍を見守りながら、応援していきたいと思います。